皆さん、こんにちは。今回のテーマはこちら。美白に本気で効いたってことを教えて。美白に効果的だった。結果、美白につながったようという複数のトピックや多かったコメントをまとめてみました。今回、紹介した商品は概要欄にまとめています。それでは、早速どうぞ。水を1日2リットル飲むことと、筋トレを習慣化したら肌の透明感上がって白くなった痩せて美肌になるし、抜け毛も減って髪もふさふさ。私も運動嫌いで、食事抜いてダイエットしてたけど肌ボロボロで便秘するしたるむし、数年で抜け毛増えた。筋トレして美肌にもなった。透明感も出てきた。私は朝の軽いウォーキングと水をこまめに飲むようにしたら肌ツルツル白くなったかは実感はまだないけど内側から綺麗になってる感覚はすごいある。長年の便秘も解消された。本当に大の運動嫌いで散歩も嫌いなんだけど YouTube でブスミさんの動画にハマって習慣になった。軽い汗かくと肌は輝えるよ。美白になる運動してこなかった私でも簡単にできる運動多くて続けられた。賛否両論あるだろうけど、私は塩サウナで肌のくすみが改善された。代謝良くなってターンオーバーや正常になった。もともと水分あまり取れてなかったけど飲めるようになったのも良かったのかもしれない。私は毎日の飲酒を炭酸水に変えただけでかなりくすみとクマが消えた。効果すごくて、最近は炭酸水をミネラルウォーターに変え始めた。効果が楽しみ。基本的に毎日多めの水を飲んで、週2日くらいトマトジュースも飲んでる。周りから肌白いけど何かしてる？って聞かれるけど、トマトジュースしか心当たりがないから効果あると思ってる。トマトジュース好きな方これ飲んでみてほしい。濃厚で美味しい。ちなみに私も肌白くて綺麗ってよく言われます。美人とは言えないおばさんですが、ドロッとしてるからオリーブオイル入れてスープにしたらまた絶品。便秘も解消されて中性脂肪も減った。今では定期便で購入してる。私は普通のトマトジュースとコンソメと好きな野菜とミックスビーンズで美白スープ作ってる。めっちゃ美味しい。年中紫外線対策をしっかりすること基本だけど、意外としてない方多い気がする。冬の車内でも腕や手が焼けたりするから日焼け止めやアームカバー必ずしてる。各有私は冬だからと油断して手の日焼け対策を怠ったらシミだらけになった。しかも日がよく当たる右手だけ怖いよ。私はこの UV スプレーを一年中バッグに入れてる。髪にも肌にも使えて、とにかくめっちゃ良い。香りどこの香水？って聞かれるくらい。私は、このシェリーサボンを気に入りでもう5本目人気すぎて Amazon ですぐ欠品するから早めに買ってる。腕や髪や首にもスプレーする習慣ができて焼けなくなった。私はとにかく保湿だと思ってる。キメが整うと肌の凹凸がなくなって白く見えるよ。安くて良いからしっかり保湿。できれば美白対策のスキンケア。私は軽い筋トレして、ゆっくりお風呂使ってこの化粧水を全身に使ってる。肌の白さキープしてるよ。この化粧水、全然なくならない。私も全身に使ってみよう。スプレー式だから使いやすいよね。コスパ良いのでガンガン使える。もう数年使ってるけど明らかに白くなった。体はさらにニベアのボディミルク使ってる。私はメラの CC をライン使いしてるよ。特にこの酵素洗顔は秀逸で安いのに効果感じてる。私はこの洗顔、刺激が強すぎたのか荒れてしまった。娘の肌にはあったみたいで顔から首まで洗ってたら白くなってビビったよ。会う人には良いと思う。Amazon なら600円台で買える。薬局より安い。私は美白より角栓に効いた。ごわつきもなくなった。もう4本目。化粧水と乳液もメラの CC に変えた。私は肌美性の美容液で肌がトーンアップした。トラネキサム3配合でこの値段は安いと思う。ベタつきがないのでニキビがすぐできる。肌質でも使える。美容皮膚科医がコスパ最強と言っていたので使ってます。美白の効果はまだ感じませんが、翌日のごわつきがなくなって化粧のりが全然違うのでお気に入り。メラの CC でもピリッときて使えなかった敏感肌ですが、この美容液は大丈夫でした。安いから期待してなかったけど頑固なニキビ跡が薄くなってきてびっくり。この価格なので、悩んでいる人は試してみても損はないと思う。皮膚科の先生に、ちょっと冷たいかなーってくらいの温度で顔洗うと良いよ。って聞いて水に近い温度で洗顔するようになって明らかに肌白くなってきた。前まで40度近い温度で洗顔してたんだけど潤いまで落ちてしまってたんだと思う。肌がちゃんと潤い保てばトーンアップするよ。保湿ケアもちゃんとするようになった。私はひどい敏感肌で美白対策って言っても弱い日焼け止めを使うくらいしかできないんだけど、ケアセラのクリーム使い始めて、びっくりするほどトーンアップした。セラミド配合でしっかり潤ってツルッツル。私は美白効果はわからないけどこのクリームは乾燥には最高です。もっちもちになる季節の変わり目に荒れなくなった。個人的にはヒルドイドより良かった。YouTube でおすすめされてて試しに買ってみたら大当たり。パッケージのおしゃれ感はないけど、コスパ良いし。ほうれい線や首のシワまで目立たなくなってきた。私はこの化粧水をたっぷり使うようになって肌白いけど何使ってる？
ってよく聞かれるようになった。他に使っているものないからこれの効果かなって思ってる。調べたらセラミド入ってた。この化粧水1リットルも入ってるから、なかなかなくならなくて全身に使ってたらもちもちに、特に手がふっくらしてきてびっくりしてる。コスパどうなってんの？ちょっとベタつくから好き嫌い分かれるかもだけど、柑橘系の香りがよくて気に入ってる。秋から冬時期に全身乾燥して痒くなるけど、これに出会って粉吹きなくなった。トマトやキウイ好きでよく食べてるけど、肌白いねって言われる。外側のケアも大事だけど、内側のケアの方が大事だと思ってる。ビタミン豊富な野菜や果物食べてビタクリア飲んでる。トーンアップするよ。ビタミン C はすぐ排出されるイメージだけど、これは長くとどまるらしくて飲んでる。まだ2ヶ月くらいだけど、トーンアップしてる。肌の調子も良くてもっちりしてきた。他のビタミン C サプリはトイレですぐ排出されるのがわかるけど、確かにビタクリアは排出されない。効いてるのがわかります。マスクで顎にキビが何をしても治らなかったのが、これを飲み始めて全くできなくなった。それだけでも飲む価値あるし、さらにくすみ取れてきて白くなってきて感動。高校生の娘が飲んでます。明らかに白くなって、ファンデの色が合わなくなったって言ってる。サプリだんだんと飽きてきて続かない私の一押しはグミサプリ。お菓子感覚で食べられるから続けられるよ。結構酸っぱくて美味しいから一日に粒じゃ物足りないけど我慢してる。仕事中の集中力切れた時に食べてる。肌のくすみも取れて最高。しかも疲れにくくなった。定期的なゴマージュで肌のターンオーバーを正常にすること。私はロゼッタのゴマージュが安いし最強だと思う。ザラザラが一発でツルツルなるし、トーンアップする。私もいろいろとスクラブ系試してきましたが、一番満足度高く肌がプルンプルンになるのはロゼッタのしっとりタイプだと思う。乾燥しないのにくすみ取れて美肌キープできる。私はたっぷりタイプを購入して首とデコルテと全身に使ってる。老人性イボに悩まされてたけど、スクラブして保湿するようになって一切できなくなった。あまりやりすぎは良くないよ。週1回か2回がおすすめ。手の甲までトーンアップして綺麗になった。安いのにすごすぎて周りに勧めまくってる。推奨はしないけど、スクラブが細かいから、私はこのボディスクラブを顔にも使ってる。すべすべもっちもちで、肌質変わった。私はこのスクラブもう3個目くらい買ってる。膝と脇の黒ずみがほぼなくなった。脇は2週間くらいで綺麗になった。黒ずみ悩んでいる人は絶対使った方が良い。敏感肌だけど粒が細かいからトラブルなしで、一番好きなのは香りめっちゃ良い香りするって言われる。私はデリケートゾーンの匂い対策でずっと使ってる。効果あるのに、ヒリヒリ一切なし。泡立てたらボディーソープとしても使えてよき。友達にプレゼントしたらめっちゃ喜ばれた。一時期キウイにハマって毎日キウイヨーグルト食べてたんだけど肌白くなった。今は忙しくて食生活も荒れ気味で元通り。ビタミンがやっぱり大事なんだと思う。あとお通じも大事。腸からきちんと栄養吸収されなくなるから。腸内環境悪い人は何をしても肌綺麗にならないと思う。私はエビオス上でお通じと肌荒れがだいぶマシになった。エビオス、粒が大きくて飲みにくいけどほんと効くんだよね。便秘と下痢を繰り返してたけど、この乳酸菌入りで救われた。毎朝出るようになった。飼ってるワンちゃんに飲ませたらすこぶるお腹の調子が良くなって、今は私も飲んでる。もともと便通良い旦那は、さらに便通良くなったらしい。私はお腹が張っておならが出やすい体質。ずっと彼氏とお泊まりできなかったけど、これを飲み始めてピタッと止まった。悩んでいる方おすすめ。関係ない話でごめんなさい。長年、お腹の張りとおならで悩んでます。有益な情報助かります。ありがとうございます。私はホットヨガで汗流して、食生活気をつけて、ビタミン C サプリ摂取したらみるみる肌綺麗になって白いねって言われるようになった。特にホットヨガおすすめ。ストレス解消にもなる気持ち良い。私はルームランナー去年買ったんだけど大正解だった。外でのランニングは日焼けするし、雨の日でもウォーキングできるようになった。映画や動画見ながらできるから飽きないし、焼けないし、便秘解消で美肌になる。中性脂肪値が下がって痩せた。間違いなく去年買ってよかった。1位。私もルームランナー買ってよかった。気持ち良くてストレス解消目的だけど、場所取るのが難点だけどね。ずっと放置してたルームランナー引っ張り出してくる。やる気出てきた。ありがとう。いかがでしたか？参考になるコメントはありましたか？私はトマトジュースで早速スープを作りたくなりました。あと、ウルラブのボディスクラブが欲しいです。このチャンネルでは家事やお仕事に忙しい方のためにギュギュッと濃縮して美容情報をお届けしています。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。